大きくなっちゃった。成長したねー。ということで T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。月を手に入れたら大人になりました。ちょっと暗示的ではありますね。ああ、まあね。ただ、見た目や性能は大きく変わったものの。じゃあこれでゲームの進行的に何か変わったんだろうか、と。そうね、それが大事だからね。シャードの変化はないようですし、オーロラ自身にまだ見ぬ力があるんじゃないかな。重要スキルみたいな。はい。って、考えられるとしたら、マップを見るともうすっと行けそうなところは行ってますから。となると新たな道を開拓するためには、なるほどね。何かわかった。まあまずは塔の抜けているところを埋めながら。確か高い塔に登り、その次は深い場所に行けという話でしたよね。あったね。塔は終わったので次は深いところ。とその前に。ほら見てみて。さて、何を連成する？違う違う。さて、反応が違うよ。さて。大人になったことに驚かないの。まるで自然のことのように。反応を期待してたんだけどな。大きくなったね、とか同じ人かい、とか。残念だったね。ある意味すごいな、ヨハネス。まあいいや。深い場所といえば水中ですよね。つまりこの段階で水中に進めるようになってるのでは、というのが一つの仮説です。他にもあるの？あとはトゲが平気になってれば別の道が開きますね。ああ、そういうのもあったね。まあでもミリアムの時を考えるとそっちは後かなぁと。そうね。どっちにしても試せばわかるじゃないかと。ここか。お？あの泳ぎをしない？立ち泳ぎはもう見れないんだ。ああ、それは残念かも。まあでもやっぱり泳げましたね。泳ぐというか、水中を飛んでますけども。ほんとだ。水に入ると自動的に飛ぶような動きになるようです。水中も空中も変わらないのね。月の力って偉大だな。さすがにそんな力は普通ないと思うけど。オーロラってどういう子なんだろう。星の力で空を飛び、月の力で水もへっちゃら。じゃあ次は太陽の力でトゲも平気、とかそういうことかな。さっきの話を考えるとそれが妥当かも。ですよね。この予想は当たる気がします。さて、これで水中も自由に進めるようになりましたし、この辺も序盤とは違って余裕を感じます。初めの頃はここでドキドキしたもんねー。さすがに来るのが早すぎましたね。ジャンプで戻れなくなった時は終わったと思いましたよ。さっきのワープをなんとか覚えててことなきを得たんだよね。危ないところでした。もう悪デーモンが怖くないもんな。強くなったねー。そうだ、ここですよね。この上から帰れなくなってたんだ。あの時間違えて右に進まなくてよかったな。こっちに来てたらワープは遠いし、もしかしたらやられてやり直しになってたかもね。石化もするし。こんなところでポーズ取っている場合じゃないですからね。あ、そうだ。ここって来た時に埋めておかないと後悔するんだった。ワープを使えばもうここはほぼ通らないので、一度来た時に埋めておく方がいいです。もう一度来るのはダメですから。そうなんだね。過去のプレイでそこだけは印象に残ってます。ここにマークをつけてるな。確か逆側にレバーがあった場所だね。つまりこちら側から開けられるってことだ。あれ、ここにセーブがあった気がするんだけどな。しゃがみ斜め切りができないのはネック。小さい敵に弱いね。ライトレイもそこまで範囲は広くないし、自分中心に爆発するような技があればいいんだけど。
こっちにセーブかな。確か長方形の部屋の左下にあった記憶か。違った。でも宝箱はあったね。これ以外に不調です。よし。あ、もしかしてこっちか。正解。もう少し広い部屋でしたね。この辺の探索はなんとなくでやってた気がするので、壊せる壁などをはっきりと覚えてません。似たような構造も多いしね。若干覚えにくいでしょうか。オッケー、これで開いたと。マークは消しておきましょうか。どこに行こうかな。このまま下から進めばいいか。この辺にはワープはなかった気がするので、地道に移動するしかありません。そういう場所ほどちゃんと埋めた方がいいってことですね。そういうことね。まずは水の上からかな。つながりそうね。以前ここの途中までは来てますね。潜れなくて引き返したんだね。というか上のセーブ方面に向かったのかな。こういうところもまんべんなく埋めておくと後が楽です。たとえマップコンプを狙わなくても一応ね。あれ、ちょ、抜けられない。嘘。おい、助けてー。なんでまたこうなるの。すぐそこがセーブなのに。って抜けたー。よかったね。マジで血の気が引きましたよ。ああいうことがあるからセーブはこまめに。大事なことだから何回も言うね。これこそ冗談抜きに大事なことですからね。いやー焦りました。とにかく抜けてよかった。抜けて嬉しいのは記録とトゲとこれくらいです。何それ。これが思った以上にダメージが大きいので、ここは焦らず慎重に。別にこんなもの大丈夫だよと舐めた時こそ当たりまくります。実体験ね。何度も痛い目見ましたから、結局は慎重に行くことが一番です。そうだ、スキューラ。この世界のスキューラはデッカよりもだいぶ小さい世界なんだよな。それに悲鳴だね。なかなか痛々しいです。よし、ここも同じく埋めておいた方がいい場所です。後でまた来たくないもんね。水中ではあまり壊せなかったんだっけ。ああ、行けない場所はあるな。一応確かめておいて。また引っかかったら怖いね。あれはトラウマになりますよ。ということで水を抜けたら砂漠です。すぐに戻りたくなりますね。極端だよね。まあまずはワープの発見かな。覚えていれば問題ないのですが、覚えてません。ああ、そうだ、スロー。思った以上にちゃんと遅くなるね。何？毒？ああ、そう、実際のプレイではここで初めて毒になったので、やっぱりオーロラも毒になるんだ、とびっくりしたのです。
もしかして最初から無効な人なんだと思ってたから。そんなことなかったね。当然毒を治す手段なんかないよな。まだ減ってるね。いつ治るの？もうだいぶ減りましたよ。治ったかな？治ったみたいだけど、これは痛すぎるね。毒液界でここまで追い込まれるのは厳しいな。ワープ化成具を見つけないと。この音が怖いのよ。危険と体全体に響きますよね。ああ、回復してくれるのはありがたいけど、たった50か。以前はもっと回復量があったのに、とここでなんとなく気づいたのです。あの時ルベラを装備してて回復量が多かったんだなと。その辺も説明がないからね。下手するとずっと気づかないままプレイしてたかもしれません。ということで変更して、まだ自分の中では試行段階ですけど、まあ見ればわかりますが、そういうことなんです。ルベラが回復量を上げてるのね。はい、回復してくれないかな。もう一回警戒音が鳴らないとダメか。瀕死になると回復してくれるもんね。わざと食らうこともないか。どうせすぐ食らうし。来た。まさかの全回復。どんだけすごいの。マジでどこにも書いてないのにな。ほんとこれに気づくかどうかで難易度が劇的に変わるよ。ですよね。ロバートのドロップ 100% だって美味しすぎるし、そういう隠れた効果が他にもあるのかな。こんなに流れが早かったっけ。吹っ飛んだなー。仲間が出るかもしれないから一度は倒しておかないと。これ以降は虫でもいいと思うけど。出ないね。残念。こういうところに宝箱があったけど、ないか。あ、他のマップに行っちゃう。これは後かな。まずはワープを、とにかくワープを。それかせめてセーブだね。も強くなりました。ごめんよロッキー。エイドリアン、やっぱりオーロラの時は隠し宝箱はなさそうだな。ワープもないね。まずい、また毒。ここでこれは痛すぎる。やばいやばい、早く見つけなくては。あ、ここやっぱり。う、直前のマップでなんとか思い出すな。直前だとあまり意味ないけどね。さて、何を連成する。ランクもほとんどがマックス、それかななまで上がりました。
あと少しだね。さて、ここは特に毒がヤバいとわかりました。トリステスなら毒を完全無効化してくれるようなので、さすがにこちらに変更しておきますか。危なくなったら回復のためにホタルにすればいい。そうだね、どっちにしろ最初は回復してくれないし。猛毒ガエルは怖くありません。猛毒ガエルだってどんと来いって。なぜベストを突っさないのか。さっきから何を言ってるの。なんとなくさっきから感じるんですけど、やっぱりさっきまでこのアミーは一撃で倒せてましたもんね。そういえば。でも今は一発じゃ倒せません。つまりトリステスにすれば状態異常は怖くなくなるけど、と言ってもスローにはかかるんだな。まあとにかく毒は怖くなくなるけど、その分攻撃力が下がってしまうんだ。そんなに違うんだね。ダメージが半分くらいになってましたよ。なぜだかわからないけど、一発で倒せないからスローになって、スローになるから余計倒しにくくなるという悪循環。アミーが強敵だぞ。状態異常無効を取るか攻撃力を取るか悩みますねー。まあでもセーブを見つけるまでは毒無効の方が良さそうだけど。そうね、特にこうやって探索しているときはね。あ、下に梅の腰、もったいない。これだけのことだったのに。そういうのが残ると厄介なのよね。たまにある HP アップが命の雫です。どうしてもセーブしたいときはワープから、このタイミングならしてもいいと思うけど、さすがにもうセーブが出てくるはずです。そんなにないわけないからね。両側から炙られても全然気にしてませんから。ちょっと涙目だけどね。パリーがやっぱりいいな。ライトレイが強すぎるからパリー中心にいずれ戦ってみたい。それもいいね。仲間にもパリーカウンターが強くなるタイプがいましたしね。多少なりともダメージが上がってくれれば。はい、ちょっと前からここにあることは思い出しました。ちなみに見てこれ、セーブアイコンの顔が子供と大人でちゃんと分かれてます。ほんとだ。さて、ここにセーブがあるってことは、ボスだね。しかもここのボスは、みんな大好きおじいちゃんです。懐かしい。かなりの強敵でしたね。それこそ状態異常の宝庫だったよ。そうでしたね。ただオーロラなら3つ無効化できますし、割と有利に戦えるんじゃないかな。そうね。そうだ、この封印もおじいちゃんがやっているんだよな。倒すと消えるよね。よし、じゃあ行きますか。おとなしくしておれ。バスキア。
瞬間移動するときはめっちゃ早いけど、ジャンプとかは異常に遅いから、飛べるオーロラだとこんなこともできちゃう。切りながら追いかけてるし。たまには違うのも使ってみようかな。ルベラもいいけど、序盤以来使ってなかった剣とかどうだろう。めっちゃ強いじゃない。威力が上がってますね。しかも2回当たるし、強いぞ。うるさいけど。ああ、やばいスローだ。まあ避けるのは簡単だけど。カイマがスローになってる。やっぱり空を飛べるのは圧倒的に有利だな。強かったけどさすがに大人オーロラは強かった。それにしても血だらけだな。吸収したい。そういうシャードがあったね。白いからペンキのようだけど赤かったら結構グロいかも。かわいそうになるレベルかな。重要シャードじゃなかったか。まだ性能は上がらないね。このまま進めと。オッケー。よし、じゃあ今回はここまでにしますか。次回は水中のもう一方に進もうかなと思います。お楽しみに、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。